オーストラリア原子力潜水艦建造計画で、新たな進展が、アメリカの原潜、バージニア級が有力との情報をキャッチしました。今回は、このオーストラリア原潜建造計画を詳しく見ていきますね。トマホークも12機搭載可能で、オーストラリアとしては最強です。2022年9月23日、アメリカのウォールストリートジャーナル紙は、その電子版の記事において、同国の現バイデン政権が、オーストラリアに対する原子力潜水艦の一部を、自国での新造で提供する方向にあるとの内容を報じた。オーストラリアは、海軍で現在運用中のコリンズ級の通常動力型潜水艦6隻の代替艦として、昨年途中まで、ハフランスのシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に変更したものを、アタック級として自国内で建造する計画だった。しかし、2021年9月、オーストラリアとアメリカとイギリスの3カ国は、突如として世界を驚かす新たな軍事同盟であるオーカスの締結を発表し、その一環として、原子力潜水艦の保有がオーストラリアで推進されることとなった。そのため、これまでオーストラリアがフランスからの支援を受けて建造予定であったアタック級潜水艦全12隻の計画は白紙撤回され、アメリカもしくはイギリスからの支援にて原子力潜水艦8隻を調達することが示された形となった。当初、この件を直前までオーストラリア、アメリカ、イギリスから伏せられていたフランスは、大型の潜水艦建造プロジェクトを一方的に破棄され、経済的な損失に加え、政治的にも面子を潰されたことで、激しい非難の声を上げていた。ただし、アタック級の建造計画の白紙撤回については、契約上の内容にのっとり、オーストラリア側がフランス側に、違約金の支払いを決めたことから、フランス側としても矛を収めるしか方法は無なく、不本意ながらも従う以外の選択肢は閉ざされた。もともと、フランスとオーストラリア間でのアタック級潜水艦建造計画に関しては、オーストラリア側が自国内の製造業の雇用の維持といった政治的な課題と絡めつつ、国内建造を志向していたことから、大幅なコスト増がたびたび指摘されていた。この当時のアタック級潜水艦は、1隻あたりの建造単価が5000億円以上と、法外な高額に達する可能性が浮上していた上に、オーストラリア国内での建造を行う件付けだったこともあり、建造期間の遅延も大きな問題とされていた。こうして、アタック級潜水艦の建造をめぐる諸問題が尽きることはなかったが、オーストラリアが軍事的というよりも、国内の経済問題の解決に、これを利用することに、重きを置いている限り、その路線が覆されるとは思われなかった。しかし、急遽、オーストラリアとアメリカ、イギリスが、オーカスの締結に、大きく舵を切った背景には、南シナ海の事実上の支配権の確立を打ち立てようとする中国の海洋進出が、オーストラリアの防衛戦略に危機感を与えたと言えるだろう。地理的にも、周囲に大きな対立する軍事国家が存在していないという、いわば恵まれた環境下に止まっていたオーストラリアだったが、中国海軍の戦略型原子力潜水艦が、このまま南シナ海を支配下に置けば、自国が直接攻撃範囲に入る可能性が高まったのだ。こうした中国海軍の潜水艦の南シナ海での行動を抑制するためには、オーストラリアからは、同海は遠すぎて、従来の通常動力型潜水艦では、その海域での長期間の作戦行動は困難であり、攻撃型の原子力潜水艦の保有しか対抗策がなくなったものと思われる。
オーストラリアでは、こうして、オーカスの締結とともに、これまでのフランスとのアタック級潜水艦全12隻の建造を取りやめ、アメリカもしくは、イギリスからの協力を得た、攻撃型原子力潜水艦8隻の調達を行うことを決断した。ただし、この場合でも、オーストラリア国内の製造業への同計画の寄与という、視点は、完全には失われてはおらず、導入する攻撃型原子力潜水艦が、アメリカかイギリスかが決まれば、そのいずれかの支援での国内建造が予期されていた。しかし、今回のウォールストリートジャーナル紙の電子版の記事によれば、攻撃型原子力潜水艦を導入する期間を、可能な限り短縮するための措置として、一部の最初の艦艇は、完成品を輸入する形式が取られる可能性を示唆している。具体的には、この時期は、2030年代中盤が濃厚と考えられているようで、攻撃型原子力潜水艦も、2022年現在アメリカ海軍の最新型である、バージニア級となることが有力と見さされており、当初から予想されていた展開ではある。バージニア級は、水中排水量7800トン、全長 114.8メートル、全幅 10.4 メートル、喫水 9.3 メートルの艦隊を持ち、ゼネラルエレクトリック社が設計を担当した S 級ギガ型の加圧水型原子炉1基と蒸気タービン2基を搭載、ウォータージェット方式で推進する。これらの原子炉を中核とする機関によって、バージニア級は最大で4万馬力の出力を誇り、これは公表されている数値でも、速力25ノット以上、実際には34ノット以上の水中速力を発揮すると見さされており、驚異的である。また、バージニア級は、主兵装として、艦首部に533ミリ、魚雷発射管4門を装備する以外にも、背面部にも、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS、垂直発射管を12基搭載しており、高い対地攻撃能力を有していることがポイントとなっている。ちなみに、イギリスの攻撃型原子力潜水艦であれば、このバージニア級の対抗馬となるのはアスチュート級であり、水中排水量7400トン、全長 97.0 メートル、全幅 11.3 メートルの艦隊を持ち、ロールス・ロイス社の PWR2 型原子炉1基と、蒸気タービン2基を搭載している。イギリスのアスチュート級がアメリカのバージニア級と大きく異なるのは、主兵装が艦首に備えた 533mm 魚雷発射管6門のみという点であり、ここから対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイルもブロック4を運用する仕様となっている。そのため、その分、対地攻撃用の打撃力という点では、バージニア級が大きくアスチュート級を上回っているということができるが、オーストラリア側が必ずしもそれを条件にバージニア級を希望しているわけではないだろう。どちらかといえば、最短で配備が可能な原子力潜水艦をオーストラリアは求めているように思われ、その意味において、現時点では、バージニア級の方が可能性が高いと見さされているようで、今回の記事にもなったと考えられる。現実的には、バージニア級は、アメリカ海軍でも現行型として、建造中の艦艇であり、自国海軍用の建造分を、オーストラリアに仮に提供したとして、アメリカ陣営が抱える。攻撃型原子力潜水艦の総量が増加するわけではないという点だろうか。原子力潜水艦と一口に言っても、その仕様は様々で、アメリカ海軍は、このバージニア級からは、93% もの高濃縮の核燃料棒に変えており、艦艇の寿命と、等しい30から40年間も、これは、交換の必要がなく、稼働を継続可能と見られている。ちなみに、フランスのシュフラン級では、それは、
わずか 7.5% ほどの低濃縮の核燃料棒であるため、少なくとも10年単位での核燃料棒の交換が必須となってしまい、その手間や一時的な戦力源は、いかさまにしても避けることはできない。昨年2021年に、オーストラリアが攻撃型の原子力潜水艦の調達を表明して以降、日本の海上自衛隊でも、これに倣って、原子力潜水艦の保有を検討すべきだとの意見が、与党の政治家を中心に出されるようになってきている。ただし、オーストラリア型は異なり、通常動力型潜水艦では、自力での建造が可能な日本とはいえ、搭載する原子炉については、同様に、アメリカ等の同盟国の技術支援が必要であり、容易に進められる内容でないことは留意すべきであろう。